台風が近づいています。しかし今日も曇り。なかなか朝は過ごしやすくなりました。いい天気です。最近、双流型潜水艦を少し考えるんですが、次期新型潜水艦の形など少しずつ出てきています。それに各国がなんか重要視しているような魚雷発射ではなく垂直発射口、インドでも魚雷発射だけでなく垂直発射が必要とされて、日本の双流型潜水艦の売り込みは撤退しました。日本としてはいいんですが、最近各国垂直発射艦を必要としているようです。やはり潜水艦の性能が広範囲になってきている。すいません。潜水艦で必要な性能が増えているということでしょう。水中だけでなく陸上などをまた攻撃する、そんな装備が必要なのかもしれません。日本はやはり防衛目的なので攻撃するという装備は含まれていません。ですが、日本だけでなく世界の傾向を見ればわかるのですが、やはり大きく潜水艦の世界でも変わってきています。なんといってもやはり無人潜水艦、ここですね。無人潜水艦の開発がかなり進んでいると思われます。まだまだ発表していない国もあると思いますが、私の予想ですが、日本も開発している
という可能性は大いにあります。無人だとやはり隊員の命を守れる。無人潜水艦で静粛性を持っていればどれほど怖いものか。よくわかります。もうすでに一部では使われているかもしれません。ただ単に攻撃するだけじゃなく、情報収集や極秘任務などたくさん、やはりドローンだと情報を得ることができます。空でもドローンが活躍している。もうじき海でもこれが行われてくる。すると陸上もまさにドローンが出てくるでしょう。ますます隊員の命を重要視すると考えられます。今までにない実際には誰かが乗り込んで任務に就くという世界ではなくなっているかもしれません。10年後、またシステム化されてしまえば、それはそれで恐ろしいことに、あのターミネーターみたいになる日もあるのかもしれません。まだ AI はプログラムによって動いています。人工知能、やはり一度覚えることが大事なのです。その AI を軍事的にどう使うか、また大きく変わってくるでしょう。AI も助かる部分は大きいのですが、悪用されてしまえばたちまち最強兵器へと変化するでしょう。これからより複雑化していく世の中にどう対応するか、ドローン
ドローンの